この作業を繰り返すだけで、不思議とね、助けが入ってくるようになったり、なんかお金をね、ちょっと助けてくださる方が現れたり、助け舟がやってくるんです。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大悟、はい、センターにお忘れお方、はい、はい、大石横先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。大悟、はい、今ですね、前回大石さんと大悟が撮った動画で、うん、お金の潜在意識の話がですね、めちゃめちゃ見られておりまして、おまた欲しいんですよ、お金の潜在意識の話を。はい、大好きです。はい、はい、2匹目の土壌失敗説ありますよ。いや、2匹目の土壌は失敗するんですけど、3匹目の土壌はどうにかなる。ああ、なるほど、はい、じゃあこれはこけるってことですか、ね、もうガンガン深追いしていきます、うん、はい、もうほんと血だらけになって熊の穴に入っていこうと思います、うん、はい、はい、なので大石さん、ちょっとみんなね、お金をどうにかしたいと思ってるんですよ、うん、大石先生からアドバイスをお願いできたらと思います。はい、お金が困っている人、はい、めちゃくちゃ死ぬほど困っている人と、はい、あとそんな困ってないけど、うん、もっとあったらいいなっていう人と、うん、全然困ってなくて、うん、困ってないところに重ねてもっと、うん、なんかどんどん増えちゃうんですっていう人と、うんうん、3種類いると思うんですよね。それってお金だけじゃなくて、はい、いろんな人間関係でも、はいはいはい、仕事でも、全てのことで今とにかく応急処置、うん、何かしないと死んじゃうんですっていう状態、うん、やばいっていうね、はい、本当にやばいですっていう人と、うん、そこまでじゃないけれどもっとプラスしていきたいんだよねっていう人と、全て満たされていて、はい、そこにもっとやってきちゃう豊かさがっていうね、はい、この3段階で大体私は現状のね、はいはい、うん、変化に合わせてアドバイスさせてもらってるんですけれど、はい、お金が一番目のやばい、もう本当にやばいです、明日生きていけるかどうかもギリギリですっていうね、この一番の方に必ず今すぐ何かできることを教えてくださいっていう時にお伝えしていることをご紹介してもよろしいでしょうか、はいはい、その時の一番の人が一番欲しいです、はい、そうですよね、はい、なぜか貯金通帳に400円しかありませんっていう人、はいはいはい、そういう人たちに向けてメッセージが欲しいです、はい、あと明日支払いがあってやばいですっていう方とか、そういう人にまずできることをお伝えするんですけれど、はいはい、お金だけじゃなくて他でも行き詰まってどん詰まりですっていう人は必ずまずこれをやってくださいっていうのはね、はいはい、めっちゃ欲しいです。そんな簡単に言っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫です、どれにも当てはまる。あ、本当ですか、うんうん、ちなみに大王何だと思います？僕はもう陽子師匠の話をね、はい、何千時間って聞いてるから、はい、もう答え知ってるから僕は言っちゃうよね、はい、あ、そうなの、うん、ちょっと大王なんかそういう時なんかちょっとボケてほしいみたいな感じで思ったんですけど、うん、なんかないですか？ I don't know。 おお、 You don't know。 Yeah。 じゃあ言ってよろしいですか？ はい、ちょっとやりづらいですが、はい、すっごく困った状態にいる人が、はい、まずすぐ気をつけた方がいいことは、はい、もうね、無意識に当たり前に周りの人を攻撃しちゃってるはずなんですね、心の中で。で、行った時、はい、大体皆さん全然わからないですって言われるんです、うん、すっごい困ってる方ね、うんうん、だけど窮地に追いやられているわけですよね、うん、はい、窮地に追いやられているっていうことは、世の中のみんなに自分は優しくさしてもらってないっていう状態じゃないですか。世の中から追い詰められちゃってるわけですよね、はいはいはい、すごい困っちゃってる状態って。だからちょっと大げさに言うと、うん、世界から自分が否定されちゃってる状態なわけですよ。ということは、はい、そうやって世の中の全体から自分が否定されちゃっているような窮地に立っているということは、うんうん、なぜその現実が起きているかというと、自分が知らないうちに知らないうちに心の中でね、うん、人のことをこう否定してきてね、言わないでも
ね、否定してきちゃって、言葉に出してないけど、そうそう、あとね、どうしても私たちって自分のプライドを保ちたかったりね、はい、自分の自己肯定感が実は低くって、うん、それを何とか保つ、生きていくためにね、うん、周りの人を知らず知らずにね、はい、あの人より私の方がマシよとかってこう下に見ることで自分を何とか保っていたりね、はいはい、こういうことってとっても多いんですね。めっちゃあると思います。そうなのよ、言わないけどね、はい、あります、大人だからね、はいはい、めっちゃあると思います。そうやって心の中で思いの世界でね、はい、周りを否定してきて、はい、まあ、自分を保つためなんだけどね、うん、否定してきた思いが、うん、それが周りに、うん、周りもあって自分を否定してくるような出来事、はい、だからうまくいかないで、はい、その連鎖でどん詰まりに行っちゃったわけじゃないですか、うんうん、うまくいってたらお金の流れだってうまくいってるわけだからね、うん、お金でどん詰まりということはいろんな流れがストップしちゃって、うん、世の中から自分がうまく受け入れてもらえてない結果、はいはいはい、どん詰まりになっちゃったわけですよね、はいはいはい、だからその世の中全部から否定されちゃっている、応援をもらえていない、うん、そういう状況になっちゃってるのは、はい、知らず知らずのうちにね、うん、そうやって周りを下に見てしまったり、うん、否定してきてしまったり、うん、ね、うん、否定の思い声が毎日毎日ちょっとずつ自分の潜在意識の中に積み重なって、それが毎日こうポイントのように溜まっていくと攻撃の思考になっちゃってるんですよ、知らないうちにね。でそれが自分が受け取る現実になっちゃってるので、ただいま離婚園情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だよ、僕たちいろんなとこ行くんです。行きます。9月27日旭川、旭川28日帯広、帯広北海道ツーデイズ、はい、10月3日4日で那覇に行きます。那覇2 days。 そして4日の夜は那覇純駆堂ですね。純駆堂お話し会、はい、そして10月22日博多アガスティ、博多アガスや、そして10月25日仙台、仙台26日が盛岡でございます。仙台盛岡久しぶり、ぜひ会いに来てください。ありがとう。だからもうここから抜け出せない、こんなに頑張ってるのになんでっていう状態に、はい、なっちゃうんですね。うわ、これは陥りがちだと思います、ね、そうなのよ、そうなんですよ、はい、だからまずそこに自覚をしていかないとやめられないので、はいはいはい、もう癖になっちゃってるわけ。いや、そうですね、で追い詰められると、はい、ますますネガティブになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから悪態ついちゃうんですよね、はい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 、あの人はいいよねとかね、より深いスペラルの世界みたいな、きっとズルしてんでしょとかね、はいはいはい、なんかどんどん悪態ついちゃって、はいはい、否定の思いが溜まっちゃってるから、はい、まずその負のスパイラルを止めるためには、うん、負のスパイラルを当たり前にね、うん、いつもこう心の中で言い続けている自分に気づかないと止められないわけですよね。だからまずはとにかく自分が気づかず人をねちょっと下に見ちゃってたり、うん、否定しちゃってたりしてきたことをまず気づきましょうっていう風にお伝えするんですね。まず気づくことがファーストステップなんですね。そう、それでどん詰まりだから必死に考えるわけですよね。そうすると、あ、私またねこうやって旦那さんのことを見下してたわとかね、いや、めっちゃ多いと思います、ね、めっちゃ多いと思います、ね、職場の人のことすごくね否定しちゃってたなとかね、はいはいはい、めっちゃあると思います。そうやって気づいては、わあこれかごめんねって言って心の中でストップしていく、うん、これはね、うん、繰り返すと本当にね全然これお金かかんないじゃないですか、はいはいはい、この作業を繰り返すだけで不思議とね、はい、助けが入ってくるようになったり、はい、なんかお金をね、うんうん、ちょっと助けてくださる方が現れたり、うんうん、助け舟がやってくるんですよ。あ、そうなんですね。そうなの。これは絶対やった方がいいですね、はい、やった方がいいんです。でもこの比較文化というか、うん、他人と比較しないと自分のことを保てない、この社会構造上めっちゃ多くの人が陥ってる罠だと思うんですよね。そうそうそう、言わなきゃ分かんないから、ね、言わなきゃ分かんないですね。ついつい誰かと見比べてで、うん、私の方がイケてるって思いたい、自信のない世界じゃないですか。そうなんですよね。いやー、これ気づくの時間かかりそうですね、はい、でも今一度尺度をそこに向けてもらえたら、はい、あの改善の余地があるってことですね。はい、大王いかがですか。いや、今陽子師匠が言ったはい、お話というのは、はい、話を聞きながら、はい、ああ、その負のスパイラルにはまってる人いるよな。見たこっち見たこっち見たこれいつもの芸ですね、はい、いや、こっち見たおじさん見ました、こっち見たの、うん、だからこのお前のことだよっていうあの目見ました。トラップにはまってしまって、はい、どうにもならなくなってる人僕の周りにもいるよ。見た見た、みんな見ました、見たの見ました、おじさん見ました、今びっくりしましたよね。
だから本当気づいてほしくて、はい、今日は陽子師匠にその話をしてもらったんだけど、その人が、はい、自分のことだってなんか気がついてないみたいな。あ、見た見た、ぜひ見た、気がついてくれたら嬉しいな。すごいって思います、ね、あ、そうですね、今一度ちょっと、はい、みんなに言う前にまず僕自身がこの動画何回か見返したいと思いますので、ぜひですね、自分の下崩せを直してハッピーの世界まで行ってください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭ついきファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことを言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。